本前は先生です。インジケーターのシグナルが赤線を越したもんですから、こう見るとね、完全に越しましたね。これは中央線なんですよ。で、シグナルが入ったわけですね、これでね。冷やしですね。AUDJPI になります。これでね、この赤線に戻るまで、買いをね、入れてみようと思います。練習ですね。ただ、ちゃんと1000ドルは投資してます。1000ドル投資はしてますね。資金は、8295円ですね。コカ・コーラ飲んでますね。これがいいんでね、ちょっと買ってきました。2本ね。これ、ピーナッツバターね。ピーナッツバター。でっかいのね。買いました。蜂蜜とね、ピーナッツバター混ぜて。食べると美味しいですね。まあ、こんなことで、貝を入れましたね。今日は、夜の8時37分、11月、11月なんて、10日ですね。11月10日、2020年11月10日、20時37分ですね。買いを入れたところです。まあ、このインジケーター通りに通してたら稼ぐんじゃないかということですね。ただ再生型かもしれないんでね、ちょっと注意が必要ですね。どうもありがとうございました。